ご紹介にあたりました秋葉原稿でございます。30分ほど時間をいただきましたので、ざっと今日の現代でありますスティーブ・ジョブズと北アメリカの前ということで簡単にお話しさせていただきます。この場でお話をさせていただくこと感謝を申し上げます。この総統前インターナショナルの講演の依頼を受けましたとき、知の老師がスティーブ・ジョブズの前の師だったこともあり、この機会に北アメリカの前の状況などについて話してもらえないかということでした。北アメリカの総統前について語られるとき、鈴木真由美、片桐各老師がキーパーソンとして話が展開されていきます。知の老師も同時代に活動された方で、北アメリカの総統前普遍に、貢献された方であり、後輩同僚であった私がこの機会に多少なりともその功績を明らかにするのも私の務めかなと思いまして引き受けた次第でございます。私は渡米してより24年になりました。1987年昭和62年7月、カリフォルニア州のオークランドに全グループがあり、そこに北アメリカ海峡市として任命され赴任いたしました。私が渡米するきっかけになりましたのは、実は知の老師と関係があったんです。1981年昭和56年2月下旬、私はまだ平時の分水でありましたが、8日間ほどサンフランシスコに滞在しております。それが初めてのアメリカでした。サンフランシスコ全センターの接心に1週間参加いたしました。その接心に私を連れて行ってくれたのが知の老師のお弟子さんだったんです。彼は英語で1年修行し、彼がアメリカに帰るとき、私を誘ってアメリカで接心があるんだが弁護さん行きませんかというので、私も気軽に、おお、アメリカで座禅かそういう気軽な返事をして、渡ったんですが、実は観光にでも連れてってくれるのかなと思いましたが、1週間サンフランシスコ全センターに入りましたら、そのまんま座ったきりで帰ってきたという、そういう接心でした。その折に、1週間座禅が終わりました後、その彼が彼のお師匠さんであるロスアルトスに住んでいる知の、さんの俳句禅堂に私を連れてってくれました。そこで初めて知の老師に出会い、この時知の老師は開教師活動14年目、43歳の油の乗り切った独り立ちの布教をされておりました。ガレージを改造したという板敷きの禅堂で日中座禅をしまして、30人前後の小ざっぱりした感じの30、40代のアメリカ人男性、男女が座っておりました。その禅堂の名を俳句禅堂と申しました。俳句禅堂というのは五七五の俳句のことです。20人前後ぐらいしか座れない小さな禅堂だったので俳句禅堂と名付けたと聞いております。この時のサンフランシスコ禅センターでの接心参加がきっかけで、後年私は開教師として渡米することになったのです。その年スティーブ・ジョブズ氏は26歳、すでにスティーブ・ウォズニャックら天才的なエンジニアとアップル社を起こし、若くしてビジネス界を大きく変えた男とレビュー誌にも取り上げられる億万長者の事業家でした。あの日の俳句禅堂に彼がいたかどうかは知る由もありません。私は1回の運勢でありましたから。ここで
血の浪士の経歴に目を通してみます。血の浪士は1938年昭和13年新潟県生まれ、駒沢大学を経て京都大学の哲学科修士号を取得、その後経歴で2年間修行されております。駒沢を卒業した後、血の浪士は京都大学修士で仏教を勉強しております。本人が語ったところによりますと、お釈迦様のことを歴史的にきちんと知りたい、彼の教えが本当にどういうことなのか理解したいということで、本がたくさんあった京都大学を選んだということでありました。指導教授が長尾雅人博士です。血の浪士はそこで本を読むほど読んだとこう申しております。本をいくら読んでもわからない、これはやはり座禅をしなきゃならんということで永平寺に参ったと言っております。永平寺で接心の時に読参というのがありまして、当時の宮崎禅師がお堂卸しでありまして、その読参の時に初めて自分の頭の中が溶けていくような感動を覚え、涙を流したと、そうおっしゃっております。後年よく宮崎禅師は北アメリカに血のというのがいるか元気か、よく私も聞かれました。まあそういう修行をされておりました。サンフランシスコ禅センターを開かれた鈴木真龍老師の招聘に応じ、血の老師は1967年昭和42年北アメリカ海峡市として渡米しております。サンフランシスコ禅センター笠原などで僧道生活のさまざまなことを初期のアメリカの僧道禅の修行者に指導されました。体育禅道、サンタクルーズ禅道などへも鈴木老師の指示で出向いておりました。2年ほどして血の浪士は帰国しましたが、血の浪士の人柄に惹かれたメンバーたちが血の浪士のお師匠さんに手紙を書き、血の浪士を俳句禅堂に送り出してほしいと訴えました。お師匠さんはお前行きたいかとこう聞いたそうです。行ってみたいです。お師匠さんは 適材適所だな、こう許されたそうです。奥さんが隣でお寺に住職は二人もいない、行ってらっしゃいと言って送り出してくれたと述懐しております。2年、その後1980年昭和55年サンタクルーズ山脈の山中に自業寺を改装、1984年59年にはニューメキシコ北部ロッキー山脈内の山地に高校寺を改装され、多くのメンバー修行者を育てたのでした。またチベット仏教のリンポチがコロラド州の山中にチベット仏教研究所としてナロパ大学を設立する手助けなどもして、そこで全仏教書道などの手引きなども行っています。弟子や信者はヨーロッパにもいて、2002年平成14年スイスの山中の弟子のところにバケーションで訪ね、休養中宣言されております。宣言から1ヶ月ほどしてサンタクルーズ山脈の山中にある閑静な自業寺で血の浪士の葬儀が取り行われました。式は泉の湧く池のほとりで、かつて血の浪士がゆっくりと歩いたであろうその場所で挙行されました。私は北アメリカ総監の役職中でもあり、その品行を務めさせていただきました。アメリカで初めて会った海峡氏が血の浪士であり、後年その総理の品行を取るとは夢にも思いませんでした。不思議な縁だと考え深いものがありました。その総理にスティーブ・ジョブズの奥さんが
参列していたのを知ったのは数年後のことでございます。ここでアメリカにおいて総統選がどのように展開していったのか、その歴史を垣間見たいと思います。北アメリカでの不況は遡ること90年になります。全ブームが起こったのは1960年代になります。この頃のアメリカは混迷の60年代と呼ばれています。冷戦構造から生まれたベトナム戦争の狂気は若い人を蝕みました。世界の富を一国に集めたような繁栄、依然的な価値観、空虚さなどを忌避し、革新的な生活スタイル、精神文化を創造しようともなく、若い世代、ビートジェネレーションと呼ばれる一群が生まれました。ヒッピームーブメントなども起こります。それまで鈴木大拙氏の書本で禅は知られておりましたが、この時代、カリフォルニア大学バークレー校で東洋哲学の講義を持っていたアラン・ワッツが禅を講義しており、特にカウンターカルチャーに興味を持つ人々へ禅メディテーションが広まっていきました。禅の講案に登場する禅者たちの反権威主義的な自由さ、孤高さ、高潔さ、ラジカルさ、独立度、生き生きした生き様、意外さ、直感的な鋭さ、単純な生活、簡潔明快な言葉など、ヒートヒッピーの若者たちの創造性を刺激したのでしょう。一大禅ブームが起こっております。いわゆるヒート禅と申します。詩人のゲイリー・スナイダーは道元禅師の山水経の巻を読み、道元はエコロジストだ、自然の働きに対して深く際立った洞察を有していた一人の偉大な思想家として見ることもできると警告しております。1956年昭和31年、真由角白老師が禅宗寺へ、1959年、昭和34年、56歳であった鈴木新龍老師が倉庫寺に赴任し、参禅活動が行われるようになりました。1960年、昭和35年には山田霊林老師が第5代海峡総監として禅宗寺に仕えました。山田霊林同士は後に永遠の45世監修となっております。山田総監は着任をする全仏教法要研修所を設立、曹洞宗の士官多座、師匠一如の禅の布教を展開する方針を定めました。日本から若い開業士を書院として招聘しており、その中に片桐大臣同士もおりました。当時日系人で座禅会を開き、白人の参禅者が寺に出入りするという状態は、日系一世メンバーには心よくない光景と映りました。戦争、戦後の日系人は大変つらい社会状況の中に生きなければならず、お寺は同胞の人たちが集い、くつろぐ唯一の場であったからです。しかし、アメリカ社会の中にある寺という条件を考慮に入れ、日系人の将来を見据えたとき、アメリカ人一般がメンバーに加わる方が寺院の維持のために有益である、それも今日にとっても重要であるとの判断だったと思います。当時は道元禅師、慶山禅師の著作も翻訳もほとんどなく、その教えを紹介するために大変な努力を開教師は払いました。開教師は自分の修行を通して曹洞宗の教えの実例を示さなければなりませんでした。開教師は日常的に行ずる座禅を在家信者にも開放し、
講義をしたり提唱をしたり参を一緒にし学習をし、そして接心を含む厳格な修行の仕方を確立していきました。僧侶も陸族と生まれてきました。70年代は全セッターが活動的に力強く拡大していきます。海峡市の弟子たちが各地に全セッターを築き、何千人もの修行者がアメリカの全文化に参加し、五六経典の翻訳、下文翻訳、袈裟、楽須、寒い、着物など衣類の縫い方、身体、所作、鳴らし物などの習得が進んでいきました。現在、北アメリカには約400人の僧侶、2250以上の全センターがあり、アメリカの僧侶伝が形成されつつある状況に至っています。仏教が持つ宇宙観、世界観、人間観の豊穣さ、深さ、宇宙にありとあらゆるものとの一体感、個物への限りない慈悲の念、それは仏教の成果がアメリカ人への心の壁として広まっていると思います。さて、話をスティーブ・ジョブズ氏に移します。ジョブズ氏は1955年昭和30年2月24日に生まれていますが、両親は学生であり、ことに母親の方の父親に反対されたために養子に、生まれるとすぐ養子に出されております。スティーブ・ジョブズ氏は後年まで捨てられた、選ばれた、特別だ。スティーブ・ジョブズが自分が養子に出された時に、隣の女の子と遊んでいて、あなた、お父さん、お母さんがあなたを必要としなかったのね、そう言われた時に、ガーンと衝撃を受けて、泣いて家に駆け込んで、お父さん、お母さんに、僕はどういう子なのって聞いたら、お母さんとお父さんは、お前は私たちが選んだんだよ、私たちが選んだんだ、お前は私にとっては特別な子なんだよ、そういうふうに何度も何度も言われて、その場の気は収まったという、それがスティーブ・ジョブズ氏の若い頃、20歳前後の青年期に悩み大きい時代に吹き出してきて、そしてこう放浪するという、そういうトラウマになったようです。高校に入ってジョブズ青年は60年代の影響を受け、マリファナやテレースデーとかカウンターカルチャー系の精神的トリップに興味を抱きました。同じ高校での5年先輩の天才的な電気少年、後にアップルワンを作り出すスティーブ・ウォズニャックと知り合いました。二人のスティーブは性格が反対です。一方は激しく外へ向かえ、一方は静かで内に向かう性格でした。1972年昭和47年、スティーブ・ジョブズは17歳、オレゴン州にあるリード大学に入りました。自由を重んずる校風とヒッピー的なライフスタイルで知られている大学でした。ジョブズは大学に入って精神、世界、悟りに関するさまざまな本、例えばババ・ラムダスの Be Here Now、 鈴木新流老子の Zen Mind、 Beginner's Mind、 リチャード・モーリス・バックの宇宙意識など、当時のヒッピー世代の聖書と言われた本など図書館に通い読んでおります。もう一つ、フランシス・ムア・ラッペという方の小さな惑星の緑の食卓、現代人のライフスタイルを変える新植物読本という本が大学1年生のジョブズに大きすぎる影響を与えました。とにかくこの頃、菜食主義に禅、メディテーション、スピリチュアリティ、LSD にロック、当時の大学キャンパスで流行っていた母性を求めるサブカルチャーの象徴となっていたさまざまなものがジョブズの中で一つに混じり合っていたのでした。
ジョブズは両親が一生をかけて貯めたお金を学費で賄い、面白くない講義を受けるのが嫌だったと18ヶ月大学で過ごした後、1974年2月ロスアルプスの実家に戻ります。18歳でした。そしてジョブズはインド放浪へ出ています。僕にとっては真剣な探求の旅だった。僕は悟りという考え方に浸水し、自分はどういう人間なのか、何をするべきなのか知りたいと思ったんだと彼は目的を語っています。インド放浪により、西洋の自己と東洋の自己とは違うところがある、直感と知性の弱点と長所について自覚をしております。インドを放浪したが、彼は責任になったり貧血になったり、苦行失踪を体験しても悟りも死も見出せなかった。7ヶ月インドの田舎を放浪し、ロスアルプスに戻っています。19歳という多感な青年スティーブは、人間的に成長しようともがき、自分が養子に出されたこと、生みの親を知らない、心の痛みを抱え、自分は何者なのか、自分探しを続けます。そして禅に大きな影響を受けるようになり、永遠に行こうと考えたこともありました。しかしこちらにとどまれと死に言われ、やめた。ここでないものは向こうにもないからと死に言われてやめたと語っております。実際死はすぐ近くにおりました。ロスアルプスの俳句禅堂で微笑んでいる方、死の公文老子です。ジョブズは少子に出会ったのでした。1975年、50年、ジョブズ19歳、死の老子37歳の介護であります。知野老子は俳句禅堂の開教師として5年目に入り、盛んな活動を展開している時期でした。俳句禅堂の勤めのほか、サンフランシスコ禅センター、笠原のサポート、スタンフォード大学やカリフォルニア州立大学サンタクルーズ校、社会人コースでの禅仏教講演、各地の禅グループへの指導など、禅僧の充実した活動期に入っていました。ジョブズは知野老子に出会い、熱心に曹洞禅を学んでいくようになり、公文老子との出会いに深く感動し、気がついたらなるべく長い時間を彼と過ごすようになっていたと述べています。私はジョブズのこの言葉に、知野老子の面目躍如たる花風があると感じております。多くを語らず、柔和に人を包み込んでいく慈愛、知の師の特性の一つです。そしてジョブズは、老子にはスタンフォード大学で看護婦をしている奥さんと2人の子供がいてね、奥さんは夜勤だったので僕はいつも夕方から死のところへ行ってたな、で夜中に帰ってきた奥さんに追い出されるってわけさと語っています。ジョブズは心を開いて知野老子と接し、個人的な苦しみについて語ったこともあったでしょう。曹洞禅の正しい修行とは何か、正しい座禅とは何か、悟りとは何か、そして修行そのものが悟りなのだ、悟りは自己の内にある、自己はすなわち仏性なのだ、座禅の姿が悟りなのだ、といった曹洞禅の特徴を知っていき、心に納得する安心を得ていったのだろうと思います。ジョブズ氏は出家の相談をしたが、公文老子からは、事業の世界で仕事をしつつスピリチュアルな世界とつながりを保つことは可能なのだから、出家はやめた方が良いと悟されています。ジョブズのリード大学の時の友人も俳句禅堂に通いました。公文老子は面白い人物だったと言っています。
彼の英語はひどいものでした。俳句みたいに詩的で何かを暗示するような言葉を断片的に話すのです。そのため座って話を聞いていても半分ぐらい何を言っているのか分かりませんでした。それでも結構楽しんでいましたという評をしています。海峡氏は経典や語録を噛み砕いて英語で話す大変な苦労を背負っています。まして仏教については白紙の人々です。こちらが分からないと思うことも先方はちんぷんかんぷんというのはしょっちゅうあります。篠の老子も密かに悪戦苦闘されたのだろうと思います。また別の友人は当時の俳句全道をこう振り返っています。みんなで幸運老子の座禅会に行きました。私たちは座布に座り上座に老子が座っていました。あそこでは心を乱すものを締め出す方法を学びました。とても不思議な経験でした。雨が降っていた日にはそういう環境音を利用して座禅に集中する方法なども教えてもらいました。と、さまざまな人が俳句禅堂で座禅をし、篠の老子のユーモア、優しさ、真面目さ、誠実さに触れ、曹洞禅の教えを学んだのです。ジョブスは、篠の老子がダサーラ禅マウンテンセンターで指導をするときは参加するようになりました。ダサーラは山間深い谷間の底にあり、川が流れ、温泉も湧く絶好の場所にある道場です。若いジョブスは他の参禅者に混じり、座禅や参に励んだことでしょう。ジョブズは僧侶生活の合理的な規則性、簡潔な日常性こそ仏の道だと気づいたのではないかと思います。篠の老子とジョブズの関係はその後も深く長く続き、17年間も篠の老子54歳、ジョブズ36歳には寄せみてで行われたジョブズの結婚式を篠の老子が取り行いました。1976年昭和51年、ジョブスとウィズニャックはアップルを立ち上げ、パーソナルコンピューターという産業を起こしていきました。この歴史的意義はウィズニャックの業績であり、ウィズニャックのマシンを中心に会社を起こしたのはジョブスです。ウィズニャックは海の母、ジョブスは会社を起こした父と言えます。この関係はソニーの井岡太さん、大さんと森田さんの関係に似ていると私は思います。このままアップル社は一躍時代の先端を行く会社として注目を集めました。アメリカの禅の実践者の一つの特徴として、禅仏教への取り組み方も現代の総合的な知の刃を振るい、知性の刃を振るい、禅の思想を解剖し、取れるものは取って生かし、実践していこうということがあります。仏教の教えを禅はどう実践していくのか、自己の身の上にどう実現していくのか、それを重視しますが、この仏の道を現実の日常生活上、実際に歩むということが意外と難題なのです。身と口と心に三宝印、仏の三つの原則ですが、その印を表して仏の道を現状して生きる、それが個々人の最大の課題であります。スティーブ・ジョブス氏は新しい熾烈なコンピュータービジネス、社会にあって仏道という大道を堂々と歩んだ人と呼んでも良いのではないかと思います。このお話を取りにあたって、篠の老子とスティーブ・ジョブズ氏の鎮魂のメモリーのために、次のエピソードを捧げたいと思います。獅子廟の座禅といった薬山禅師のエピソードです。誰でもが獅子廟の事故ですので
誰もがたとえ一時の座禅の姿になれば、それは獅子行以外の座禅ではありえないのですが、このエピソードは普段、日常、行住、座禅そのままが獅子行であることを示した話です。寺の事務長が久しく説法台に登らないでいた逆三寸に聞いた。修行者たちは禅師様のご法話を心待ちにしておるのですが、一つご法話をしてくださいませんか。逆三寸寺は、分かった、修行僧を集める金を打ちなさいと承諾した。修行僧は、おお、禅師様のお話が聞けると期待して集まりました。禅師は修行僧が待っている僧の行動に現れ、説法台に登った。しばらく黙ったまま座っていた。そして一言も発する台を降り、法上の間に帰ってしまった。事務長は慌てて禅師を追い、法上の間で聞いた。先刻は修行者たちのため説法しようとおっしゃいましたが、何故一言もお話にならなかったのですか。禅師は答えた。お経を解説研究する学者もいる。仏教倫理を解釈し論ずる研究家もいる。説法は彼らに任せられる。わしはこの通りだ。という小行録からの一節です。薬産古物は自己を取り巻く命あるもの、無機物すべての形あるものの説法を聞く耳を持ち、目を持ち、眉目を備えておられたのでしょう。窮屈なるお釈を長々しすならしむという言葉がありますが、そこを大きく脱げ出していった全く個人の自己が環境とともに生活をされていたのでしょう。地の老子も成仏師も人実法世界での名字となって、今頃座禅をされていることでしょう。最後にこの場をお借りしまして、曹洞宗の海外布教に精魂を尽くされた新人海教師、元海教師の古尊氏に感謝の誠を捧げたいと存じます。また海外布教に多大の関心を寄せられ、ご法愛を注がれ、教えもくだされた方々、ご尊宿へ心より御礼を申し上げます。今後とも皆様の海外布教へ対するご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。以上でお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。松原老師には基調講演をいたしました。コーディネーター、設立会会副会長、上谷氏の力により進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、ただいまより対談形式で、講演の後半を進めさせていただきます。近い進行を進めさせていただきます、設立会副会長の上谷と申します。本日、壇上には、中川正雄氏をお迎えいたしました。お手元の資料にもございますが、中川氏は現在、浅草中屋株式会社の社長でございます。また、東京商工会議所台東支部副会長、および東京商工会議所 IT 推進委員、中小企業大学校非常勤講師、帝国 IBM ミッドレンジサーバーユーザー委員などを務めておられます。そして、細川会長も、壇上にお迎えしております。お話の中に、知能老師に関しまして、知能老師または音川老師、興奮老師と、名前が、呼び方が、いろいろと、何回か変わるかと思われますが、簡単に説明させていただきますと、戸川興奮老師は
新潟県加茂市上戸寺でお生まれになられました、外側は生で生まれましたけれども、その後、茅野生へ、養子に入り、また晩年には、外側生に戻っておられます。そんな、経歴がありますので、茅野浪士として覚えてられる方、また外側浪士として知っておられる方、また、アメリカ現地では、お弟子さんのほとんどは、コーブンと呼んでおられたと思います。それではまず、スタンフォード大学で行われました、スティーブ・ジョブズの講演の一部をスクリーンで、お願いします。そちらを、ご覧いただきたいと思います。講演の全文はお配りしております、資料の2ページ以降に掲載しておりますが、これを、ご覧いただきました映像ですけれども、おととい2月14日の段階で、YouTube のサイトでは、実に1373万回以上、閲覧されております。非常に、後半、ご覧いただいた箇所は、法話を聞いているような感じではないでしょうか。先ほどの秋葉浪士のお話、今ほどのスタンフォード大学での講演を通しての、スティーブ・ジョブズが前夜仏教の思想を非常に影響を受けたことがお伺いできます。はい、失礼いたします。先ほどの秋葉氏の講演にも、ありましたように、やっぱりスティーブ氏と、地の投資の関係、そしてまた全の関係、地の関係、本当に、受けないものがあるんではないかと思います。で私自身もちょっとバックグラウンドといいますか、話をさせていただきますと、それは私も開教して、当時開教してと言いました。のサンフランシスコに総工事、先ほどの鈴木浪士、アメリカの前のこの初期の浪士、鈴木浪士があって、今のアメリカ前、欧米の前が実践されてきたと言われているぐらいの方でありますけれども、その総工事に願って赴任しておりました。1978年から約19年ほどおりました。でその時にお会いしましたのが、やっぱり鈴木浪士はもうすでに亡くなっておりました。でその後 おられた片桐大仁浪士、そしてまた前住福井浪士、そして知野公文浪士、で我々も教師として総統州のこの海外寺院の国際教師としていたわけですけれども、その流れの中でですね、歴史的に先ほどちょっと説明いただきましたけれども、日系寺院のとともに、この我々も日系移民とともにこの我々の布教も展開しております。最初は戦前でありますと、歴史的な背景を見ますと、中国から布教、それから台湾、それからあとハワイ、そしてブラジル、アメリカというようなところで布教の拠点があり、そして歴史がございます。でその中で、戦前の、海峡布教、それは日系人のともにあります。そしてまた同じくその戦後ですね、今日のスティーブ氏の中でアメリカの前がどのようにこの変化していったかという中で、戦後の禅というこのターンにも表れているように、この世界的に禅というのはその方々によって生まれてきて、またアメリカのその文化の中で芽生えていったこの時期と、そしてまた今の現代の時期ということに3つぐらいの形で分かれるものかと存じます。でその時に今その人の検証ということで、
スティーブ・ジョブズ氏の今講演の中でその彼の、まあ、長時間といいますかそういったことをこの検証しようということで、皆さん方に、おいてその資料の中に、ありますけれども、これは随文記といって、講演前に書かれた証拠言動を元にするものか、それを聞いたお弟子さんたちがこの日記に書いている本をの元として出ております。で、その中でありますけれども、改めてこのそういった部分、照らし合わせるというのは非常に難しいところもありまして、まあ、そういったことをこバックに、されていたのかなと、まあ、これはその中の資料を見ていただくと分かるかと思いますけれども、まあ、その中の最初に当時は人生で何をしていいか分からなかったし、大学に帰ってもやりたいことが見つかることも思いつかなかった。で、これがこの随文記の中で、言われている中で、私が初めて矛盾を見て、ささかの同心を発し、あまねく処方を尋ね、ついに比叡山をうんぬんって、そういうふうに書いてある、まあ、そういったことに合わせられるのかなというような思いいたします。まあ、これは改めてまた、これからの中で、徐々にその、示されたらいいかなと思いますので、まあ、次の流れの中またそういったことで話させていただきたいと思います。秋葉良氏いかがでしょうか。私はですね、まあ、進行役なんですけれども、スティーブ・ジョブズがまあ、アップル自分が創立した会社を追われて辞めさせられるという時期があるんですけれども、この講演の中でもそれが一つの大きな素晴らしいきっかけだった。何がきっかけかというと、また再び初心に戻ることができたということを言っておられます。で、アメリカの禅の社会では鈴木俊雄老師の書かれた禅マインド、ビギナーズマインドという本がバイブルのように大切にされておりますが、まさにその初心の心、ビギナーズマインドには無限の可能性がある、そしてエキスパートの 心にはそれがない、その辺が、やはりスティーブ・ジョブズにとって一つの再出発の大きなきっかけ、初心に入ることによって、無限の可能性をさらにそこから生み出されたのかなという思われますが、はい、スティーブ・ジョブズさんはせっかくですね、立ち上げたアップルを26で立ち上げますね。でも31の時には追放されてますね。で、まあ、禅だとか仏教だとかは学んだりそうやって出さない石田さんの道路を変えたりしてますけれども、スティーブ・ジョブズさんの天気を読むと、著者はそういうことをしたけれど、彼の性格は全然変わらなかった。人を罵倒するのも平気でした。まあ、そういう、夢中になってこう物事を進める、才能を求める、そういう人が使えるもの、新しいもの、そういう想像していくことに集中していた人だったんだと思います。ですから、まずいこういうアイデアを持っていると、なんだこんなものかね、平気で罵倒する。ある意味ではね、まあ、それも前提なところではありますね。だからそういうことをしていたもんだから、どうも本出されるようなことになった。で、まあ、その追い出されて、また時間ができたんで、追い出されて、あれですね、32、33くらいからですか、また、品越しの俳句伝道なんかが通う時間が多くなったり、笠原なんかにも行ったりとか、まあ、そういう、心をリフレッシュする時間をまた持ったりして、で、そういう、いろいろと自分の、ある程度大人になってきてますから、ある程度そういう自分の
精神的な未熟さっていうのをまた振り返ることができて、で、モーデンとアップルにまた復帰するんですよね。復帰した後のジョブズさんというのは人をとにかく使い切って、会社を進歩やっていくということには成長したというふうには見えますね。でそれはまあそのこのそういうジョブズさんの言葉一つ一つやらあるいはどういう全の語録に対応するのかっていうのはこれがね本当にそうかどうかわからないので無理に、それはする必要はないだろうと思いますけれども、まあ例えば今の講演であったように 死ということ、死を前にして死ということの重大性といいますか、よく禅ではね死を背負っていきなさい、死を背負っていくのが一番強いぞとこうね必ず知るんですから、そういうことを自然に彼は身につけていったんだろうと思います。その俳句禅道だとか笠原に行って仏教に触れたというのは、そこで他のメンバーの人たちと一緒にスティーブ・ジョブさんだけ特別に血の殺しとこう交流があったというわけではなくて、一緒に仏教のお経を読んだりだとか、一緒に参謀したりだとか、そういうことは素直にやってたんだろうと思います。ですから個人的なスティーブさんっていうのは直接接した方に聞くと非常に静かなおとなしい、余計なことは何も言わない、そういう方だったというふうには伺っております。そんなふうに思います。はい、ありがとうございます。実は私も一度だけなんですけれども、パロアルトのイタリアン料理屋さんで、コーブの人、一緒に食事をしているときに、そこへジョブ氏が現れまして、ホーム氏がいらっしゃるということで、わざわざテーブルに来られて挨拶をされておりました。その時受けた印象はごく普通の方だな、ごく普通の紳士的な方だなという印象を受けました。本日はプルシャ創業初期中期のジョブ氏をご存知の中川正夫さんにお越しいただいております。これまでの講演で感じられたこと、また、ジョブズ氏のとの交流、そのほか、お感じになられたことなどを、少しお話しいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、中川と申します。よろしくお願いいたします。こういう場はちょっと僕、私はコンピューターの話をよくするんですけれども、お坊さんを相手にこう話すのは非常に楽なものですから、すみませんが、よろしくお願いします。私は実際1985年の彼がアップル社を、クーデターで辞めさせられるまで、交流があったというか、たまたま3つのフェーズで私彼と、付き合いがございました。一つは1978年ぐらいだと思うんですが、私が除名した時に、3つの PC というかマイコンがあると言われまして、その PRS という会社の80というやつとコモドール社のコモドールペット2001、そしてアップルの2という3つの機械が今パソコンではあったという、その時代はパーソナルコンピューターと言わないでマイコンというふうな名称を使っておりましたけれども、その中の3つの中でアップルってすごいなというふうに思いまして、アメリカにいた時代購入したことがございます。当然初期の頃でしたから、向こうの会社も小さいんで、いろんなトラブルとかいろんな話をするのに、私手紙をやり取りしながらお話をしたことが一つのフェーズでございます。でその後は私は帰国して1年ほどで日本に帰ってまいりましたが、その時にアップルを2を持ち帰ったんですけれども、おしばらくはですね全部英語だったもんで日本語使えなかったもんですから、日本の秋葉原の方へこうろ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 しながら、その日本語に対応するソフトを探してた時にたまたまスタークロフトという会社を見つけました。そこがたまたまアップル社と結構親しくしておりましたので、そこで
まあ、Apple II の J+ というやつを購入というか改造いたしました。でその後私は社会人のことを言いましたけれども、マガジンハウスという、まあ、今マガジンハウス元の併合出版社で、まあ、ポパイそれからブルータスを作ることによって、まあ、私はコンピューター担当の編集でございましたので、まああのまあ、当然マイクロソフト社やコモドールやアップルの、まあ、取材に海外に行ってたということで3つのフレーズでフェーズでジョブス氏というか、まあ、サビのスティーブトゥースティーブということをよく言うんですけれども、まあ、一番あの時初期の頃は非常にウォズナイクの方が、まあ、非常に評価高かったというのが実でございます。特にですからトゥースティーブといってもスティーブというと、まあ、ジョブスのことじゃなくて基本的にウォズナイクのことを指しているということで、まあ、たまに出版社に行きました時にですね、まあ、ポパイとブルータスやっておりましたけれども、その時にたまたま日本に来日すると、まあ、私今の職業は浅草中屋の祭り売り屋なんですけれども、浅草へ行きたがりまして、で私が浅草を連れ歩くと、で、まあ、ちょっとお金があった時には、まあ、たまに芸妓さんというか芸者さんと一緒にお酒飲んだりしたことがございます。まあ、それが、まあ、一冊なんですけれども、だから皆様方のこの前のお話をしているとですね、そんなこう人間できてたかなっていうのは私それだけ問題に思っているんですか。というのは特に1980年代の、まあ、アメリカのコンピューター事情というと、まあ、昔の政府と一緒で政府の勝ちっていう感じで、まあ、バリ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 、まあ、人を蹴落とすということはないんですけれども、やっぱし市場が成熟しておりませんもんですから、まあ、相手を出し抜くというのが非常に重要なことでございまして、まあ多分アップル2からアップル3に変わるときに、まあ、一つのまあアップル社に対する反体制というのができておりました。これが簡単に言いますと、ビル・ゲイツが作ったマイクロソフト社、一番最初のアップル2のベーシックというのはビル・ゲイツが作ったわけですけれども、これは公表されておりません。で、やっと資料を見つけて発見した時にはウィキペディアで出てたんですけれども、それを作ったということで、まあ実際は僕は仲良くよかったんじゃないかなというふうには僕は感じておりますけれども、要するに反アップルということで IBM、 それから要するに日本でいう NEC の PC ができてきて、まあ、Z80 という、まあ、インテルの意思が制御していたというような気がします。ただ私はずっとこの、まあ、PC のユーザーなんですけれども、急に人間変わっちゃったような気がするんですね、これというのは、これは1990年代後半なんですけれども、まず Mac が全てではないということで、インテル Mac を出したことが、まあ、それは多分2005年から5年ぐらいだと思うんですけれども、インテル Mac を出したということが非常に僕は衝撃でした。それからあともう一つは Windows で iTunes を出したというのも非常に衝撃的なことです。そしてまあ、その前に彼が会社に戻ってきたときに、まあ、これは議決でない上司なんですけれども、ビル・ゲイツに頼んで約1億ドルだったら金額で1億ドルぐらいだと思うんですけれども、むしろ議決のない上司を受けたという、この実が非常に、なんで僕に変わっちゃったのということで、私のそこが疑問なんですけど、どうなんですかね。その辺また秋頃
そういう点ですね、この先生との、まあ、下先生と呼んだり、老子と呼んだりしておりますけれども、最後までやっぱり公文と呼ばして、取られたりして、血の老子とか、徳田老子とは言わないで、本当に非常にまた別の意味でフレンドリーな方だったようです。で、また、こようなく、何ですか、アイスクリームの3分で、パフェですか、アイスクリーム食べればっていうような、こともありました。その思い出っていうのは、その冊子の中にもあるかと思いますけども、その思い出、そういったところも、この、地震から、先生から受けた、その日々の、報道から非常に学びてたことが多いんじゃないかなというふうに私は感じております。ここで、スティーブ・ジョブズ氏に大きな影響を与えた、血の徳川コウモリ老子について、少し触れてみたいと思います。先ほど申し上げましたけれども、コウモリ老子は、新潟県鴨市上皇寺でお生まれになられました。実は私の祖母のいとこにあたります。祖母は寺の、生まれではなかったのですが、若い頃より、寺の、養女のような、立場で、上皇寺様にお世話になったと聞いております。幸運の氏には、二人のお母さんといいますか、おばあちゃんがおられまして、一人は、もちろん、実母、そしてもう一人は、私の祖母であったようです。私の母と、幸運の氏も年一つ違いで、幼い頃は、よく遊んでいたらしいのですが、私も、開教師としてアメリカ、ハワイに滞在中、何度か、幸運の氏のところへお邪魔したり、幸運の氏が、私のところへ遊びに来られたこともありました。実は本日は幸運の氏の、お生まれになられました、上皇寺の、ご住職も会場に、徳川文英老子も会場に来られております。今お見せしております写真なども、上皇寺様から、本日のためにご提供いただいたものでございます。徳川老子、徳川会長、個人的なことで何か幸運老子はこんな方だったよというようなお話があればお伺いしたいと思うのですが、先ほど言われましたけども、78年から日系人の中での不況でした。その当時まだ1世の方たちも元気、まあ元気と80年くらいでしたし、2世の方もお寺でありました。で、鈴木老子が生まれたこういう三部サービスとか日曜学校とか、自分が日曜ごとに集まって、おりまして、で、なんか法要の時にですね、教師看板という法事かなんかで、志野先生がこの鈴木老子の代わりに伺った時に、まあ、ご承知の通り目標を立てて金を叩いてきたことがあるんですけども、で、やってる間に静かになった、はい、で、どうしたのかなって思ったら寝てたって言われて、その場を承認してもらって、我々緊張してそのこれ全部務めるっていうのも先なんですけども、自然の中の本当に流れの中におられたような人であったというような話もされてたり、そういったことはこの中にもいろいろ書いてありますけれども、本当に感性の豊かな先生だったのかな、私自身は感じております。その辺、秋元先生、どうですか。そうですね、千葉老子っていう方はとにかく静かな、ね、にこやかにいつもしてて、静かな方だったですね。俳句全道だとか笠原で、禅の修行といいますか、禅の生活をしたアメリカのメンバーの中には、千葉老子はその伝統的な仏教に反逆をした改革者だっていう、そういう捉え方をされている
方も来られますね。でまあそれは血の同士はごく自然に、自然に何か淡々とお坊さんらしい生き方をされてたって、それがちょっといろんな皆さん考える常識から大変ずれるところが多々あって、そういう面が何か反逆者だとかいう評価が生まれるんだろうと思うんですが、私が上がった血の同士は非常に淡々とされておられた方ですね。ただよく天然ボケっていうような言葉ありますけどね、私から見てもとっても常識外れたようなことを平気で淡々と普通にやっていっちゃうという、ね、そういう面白い方ではありました、はい、そう、本当にそういったところでは血に対する血の分析に対するこの特徴というのは月にもなりますけれども、やっぱりその日常の中から本当に、スティーブ・ジョブズさんだけでなく、その伝説に対する科学性と人たちにも本当に強い影響を受けてたと思います。でまたその中でも本当に特に長時間ということがあれば、もちろん浅井もスティーブさんの病気の中で、自分の指揮をサポッターといいますかね、そういったことで変わられた部分というのはあるんじゃないかと思いますけども、やはり一つはやっぱりその中で、今最先端のこの現代のツール方法を開発しても時代の寵児としてまたコンピューターの世界トップを走っている方がありましたけど、本当に生き方というのは本当に非常にシンプルな形で、そういったことはやっぱり血の先生たちとかそういった禅の世界の生活の中から非常に受けたものというのがたくさんあるんじゃないかと思っています。よろしいですか。はい、いろいろ考えるんですけど、僕たち俗人、一般人なんですけどね、よく経営者って寂しいことだっておっしゃるじゃないですか。で最後こうデシジョンメイキングを自分で計算しなきゃいけないっていう時に、よく政治家の皆さんもそうですけれども、禅をやったりですね、有名なのは長曽根元首相とか、そういうのっていうのはやっぱしこう自分にこう悟りっていうか、こうなんかこう決断できるようなこう企画みたいなのができるものなんですかね。そうです。もうそれ以外にもう何もないっていうんですかね、もうそれを離れても語れないし、またそこから出るということもないし、映像とかの今先生も言ったようにそのまま座禅にしてもその言ったらそのまま全部その私自身またその人たちの心理の生き様とかね、もうそういう。ことではないかと思います。ですからスティーブ氏にしてもやっぱり精一杯そういったことを生き抜いて、結果そういったことに変わってきたのかなと思うんですけども、そこでちょっと疑問なんですけど、これ僕の感触なんですけどね、彼の生き方をずっと見てて、僕会社を追い出された時からちょっと少しだったんですけども、急にこう心穏やかにですね、商売を始めたというかビジネスを展開していったっていう何かのきっかけがあるような気がするんですけども、それが自分の指揮を知ってから変わったのかどうかよくそこまで分かんないんですけど、ドラスティックに変わったような気がするんですね。そこら辺はどうなんでしょうかね。こうであるとか、こうでないとかっていうことは言えないとは思いますけれども、講演で話されて、スタンフォードの講演で話されて、おりました通り、死を見つめるということは、本人にとって非常に、
人生観が変わったといいますか、その主を見つめることによって今の、自分を見つめるという、ふうに捉えるのではないかと思います。それで実はこの講演の中で、私は17歳の時に毎日、33年間ですね、私は毎朝鏡に映る自分に問いかけるようにしているのです。もし今、もし今日が最後の日だとしても、今からやろうとしていたことをするだろうか、違うという答えが何日も続くようなちょっと生き方を見直せということですと、あるんですけれども、この私はこの33年間これを毎日やり通すというのが、ものすごいこう、連続性といいますか、これを33年間やり遂げたということ自体、何か非常にこう今を見つめるという姿勢を感じるのですが、いかがでしょうか。経営者が決断をする、これも日々、これは日々生きていく上で、皆さんが日常の中で暮らしている選択、決断の選択、これは次元は同じだろうと思います。で、経営者のだとか組織を背負った人の決断というのは、これはより多くの人を背負った、より多くの責任があるという、ところの違いがあるんだろうと思うんですけど、でこういうものは例えばビジネスなら、これだけのことをこういうことをこういうことをこういうことをすれば、これ成功するのか、これそういうデータはあるけど、これをこっち選んだらこれ失敗するのかというのは、これはもうこれは分かりません。サイコロ振って出た目にかけるというのが最後だろうと思うんですけれども、それは思い切ってここまで考えたら、これはもういい、私はこれを取る、こうちゃんとこう決断、それが決断なんだと思うんですよね。でそれはやっぱりあれです、禅と言いますか、仏教と言いますか、どっかで諦める、はっきりともう裁断しちゃう、そういう修養っていうのは必要なんじゃないかとは思いますね。ジョブズさんはそういう決断のもともと気性の激しい方だったようで、そういうことはパッとできたんじゃないかと思いますね。小学校5年の頃にIQ のテストを受けて、その成績が高校2年生の IQ の成績の結果だったっていうんですが、もともとスティーブさんっていうのはジョブズさんの方もある意味でどこか天才的なこう頭の働き方ができる方だったんじゃないかと思いますね。もう一人のスティーブ・ウィズニャックの方がこのコンピューターエレクトロニクスの製品をこう作り上げるという、そういう大変な天才的な方だったという、幸運な出会い、それも幸運な出会いだったと思いますね。で違う人と出会ったっていうのもスティーブ・ジョブズさんにとっては、なんか幸運な人生の出会いだったんじゃないかなと、こう思います。はい、ありがとうございます。時間も、押してまいりましたが、本日はスティーブ・ジョブズ、その残された足跡をたどりながら、また、スティーブ・ジョブズ氏という方を通して、アメリカでの禅の広がり、普及、そのルーツまで遡っていただきました。ここで、時間も差し迫っておりますが、質疑応答の時間を、若干取らせていただきます。会場で、ご質問のある方は、お名前と、質問を、簡潔
にお願いいたしますが、いただいたか質問等ございませんでしょうか。どうぞ、行ってみましょう。一言、質問といいますか、先ほどの中川さんのご質問、全部についてのご質問に対するところで、私も一言申し上げさせていただきたいなと思いますが、私も12年間アメリカの方で国際教師として活動しておりましたけれども、知能公文老師という方は組織的な展開あるいは組織的な欲求というものを一切匂わせない人だったから、スティーブ・ジョブズさんのような方が寄ってきたという面もあるんじゃないかと思うんですね。そういう意味では先ほどは今老師がおっしゃっておられた、淡々と総合にやっておられたというところです。ただこの方を変えた転機というのはいくつかあったと思います。その一つはやはりアップル社を自分が作った会社を辞めなければいけなくなったということ。これは今私たちがスティーブ・ジョブズさんが亡くなったことによってスティーブ・ジョブズさんという人を強調してしまうことによって禅の本質を失ってしまう落とし穴に落ちるのと同じことになりかねないという面があると思うんですね。つまり、アップル社を首になった時のスティーブ・ジョブズさんというのはおそらく自分の世界だけで一生懸命生きていて、周りの中に入っていけなかった、あるいは周りがついてこれなかった、そのために、落とし穴に落ちてしまった。そのスティーブ・ジョブズさんを変えたのは何だったのか、そしてアップル社であれだけ素晴らしい多くの新しい発明を起こせたのはなぜだったのか、そこにはやはりスティーブ・ジョブズさん以前、その1000年以上前からあった禅という、この禅の修行ということだったと思います。それは何かというと、自分が作り出してしまった自我、あるいは自分が作り出してしまった概念、あるいは自分の頭の中にある固執してしまった執着、こういうものを一切ご破算にしてゼロに帰ったところから眺めることが座禅を修行することによってできたから、その都度その都度新しいものができていった。そしてその都度その都度いつでも失敗したけれども自分というものに気づいていくことができたんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから我々はその禅の持っている根本を見失わないようにしていくべきだと思いますし、スティーブ・ジョブズさんだけを見ていると、その一番大切なところを見失ってしまうような気がいたします。秋葉老師、本当はこういうふうにおっしゃりたかったんじゃないかなって思いながら、質問というか、一言言わせていただきました。失礼いたしました。ご講演どうもありがとうございました。ありがとうございます。他にご質問等ございませんでしょうか。どうぞ。お名前をお願いいたします。柴田宝玄と申します。静岡ですが、前に臨済禅と私たち曹洞宗の師範からと流れがあるわけですが、スティーブ・ジョブズ氏はこの師範からの曹洞禅の方のお師匠さんに仕えた、そこの臨済禅じゃなくてこちらに着いたっていうのはどんなところにあるのか、もしお分かりになりましたらお願いしたいと思いますが、もうこれはですね、もう人の出会いですね。スティーブ・ジョブズさんは知能公文老師に会われる前に、いろんな禅学会ではなくて、そのチベタン仏教だとか、その当時流行ったそれこそマリファナスって LSD って精神的なトリップにもう試してみたりとか、何か精神的なものを使いたい
悟りの世界ってあるんじゃないかとか、まあ、そういう時代の影響を受けて、若い時代を過ごしております。インドなんかにも行って、それはヒンドゥー教のグルを訪ねて行ったりだとか、それが18でアルパロアルトに帰ってきたら、俳句禅堂が近くにあって、そこで禅メディテーションをしてるぜってんで、じゃあ行ってみようかってね、当時の裸足で、この紙棒で裸足で歩いてたといいますけれども、そういう格好でそこの俳句禅堂に行ったら、そこの地の老子と出会って、その地の老子がおっしゃることが本当に短いポツリポツリという言葉で、そういうそしてご本人が話しているように、いつの間にか惹かれて、たびたび通うようになったというね。だからこれは人の出会いで、それとそういう人柄に惹かれて、いうことが何か心にこうポツポツとこう腑に落ちてくるという、そういうことで曹洞禅の お坊さんであった知の老子のもとに行かれたということだったと思います。私はスティーブ・ジョブズさんは、特に自分は曹洞禅の信者だという自覚はそれほどあったとは思いません。ただ知の老子とあって、その教え、知の老子もいろんなあれをおっしゃったことをこう調べてみますと、やはり我々が禅センターのメンバーにこう伝えようとするようなことをご自分の言葉でこうやって語られているというのはよくわかるんですが、そういうことをスティーブ・ジョブズさんにこうばっかりじゃなくて、メンバーの人がいる前でこうレクチャーをするだとか、それを聞いてたりだとか、その聞いたことに質問は多分スティーブ・ジョブズさんがされて、それに答えられたとか、まあ、そういうことで相当全のことは理解はされていったんだろうと思います。はい、ありがとうございます。やはり人は、まさに出会い、縁があって、人と出会い、そう出会いがある、縁があるからこそ、まあ、私たちもこのように、会場にご一緒に、この時間を過ごしていくことだと思います。ご質問は他に、はい、1人か2人、前の首相官をしておりました今村と申します。本日のテーマと、いささか違うかも分かりませんが、秋葉さんに少しお尋ねしたいことがございます。先ほどの天平さんの前段のことにつきましても、あるいは関連するかもしれませんが、私はちょっとアメリカの状況というのはよく存じませんので、お伺いを申し上げるわけですが、例えば近々に、ホイットニー・ヒューストンという素晴らしい歌手が亡くなりました。まあ、それから先にマイケル・ジャクソンという方も亡くなられたんですが、まあ、こんな方々は、まあ、アメリカは出身の多民族の最大の国家でございましたけれども、黒人の方々が、素晴らしい業績を残しているような方々が、薬物依存ということ、アメリカでどれくらい薬物依存になっているような人たちがいるかということはよく分かりませんけれども、そういう方々が、そういった依存から脱却するために、何か、このアメリカの全組織が、今まで、あるいは今日、さらに未来、どういうふうな役割を果たし、これから先果たそうとしておられるのかというふうなことを、いささかお伺い申し上げたいなというふうに思います。それから私あんまり過言にして、存じませんけれども、ヨーロッパの方でもアジア人、中国人の人たちはたくさんいるんですが、ほとんど雑談しません。
それからアメリカでもあんまり黒人の方の座禅というのもちょっとあんまり聞いたことがないようにも思ったり、まあ民族によって随分禅の受ける重要ということがさまざまあるんじゃないかなというふうなことも思ったりするんでございますが、その辺のことも絡みましていささかお願いできればと思っております。北アメリカの相当禅が欧米の一般の方々にこう広がっていったというのはちょうど1960年代のそういう若い人たちがことにカリフォルニアの若い人たちがいわゆるカウンターカルチャーを築こうということにこう追求していった人たち、ですね。でその後にこうヒッピームーブメントなどが起こって、まあ、そういうヒッピーの人たちの生活っていうのはとにかく自由で規制の価値観やら生活観やらそういうものをみんなこう脱ぎ捨てて自由自在気ままに生きていくっていうね。でその中でLSD だとかマリファナだとかもうフリーセックスだとかそういうことも起こってきております。でそれは60年代の若い世代のことですね。ゲイリー・シュナイダーとかジャック・ケラワックなどの小説なんか読むと何この連中はこんなことをしてたかうわーってちょうど私が二十歳前後の頃です半分羨ましいなっていう面もありましたけどね。そういう人たちの間で禅がこう初め広まっていった。ですから北アメリカの相当禅の、初期にはそういうものまでアメリカの若者たちのそういうものまで背負い込んで禅センターっていうのが始まってます。そしてそれが70年代あたりに至って、海峡いわゆる海峡一世という方が、まあ、こう亡くなられ始めて、で彼ら自身もこれではいけないというので社会全体の薬物いわゆる、まあ、今だとか LSD 薬物に対関しては非常に厳しくなってきて、各州の州法によっても違うんですけれども売買をしている言語を捕まえたら刑務所に10年、20年ぶち込むぞとかそういう法律を作ったりして、でも盛んにそういう薬物によっておかしくなるというのを防ごうとしております。で私が総監に、なりましたのが1987年で、私もそういういわゆる北アメリカの相当禅の負の面を払拭これはしなきゃいけないということで、その禅センター内の第三不全委員会を犯すものは相当禅は名乗らせないぞとかそういう薬物というのはやめなさいとかそういうことはやってきております。まあ先ほど発言されました横山大元氏はよくご存知だろうと思いますけれども、そういうことで総括にお書さんを読んで、その事情を聞いたりだとか、まあそんなことをしたりして、今現在はですね、そういう総合全の全センターでのそういう事件ことっていうのはもう本当に数が少なくなってきております。ただ今村前ヨーロッパ総監がおっしゃったように、相当前として対社会的にそういう薬物によって、その自分の精神の安定を得ようだとか、それにまあ薬物ばっかりではありませんね、まあ、いろんなアルコホリックだとかそういうのがありますけれども、そういうことを組織的に総統然として対社会的に
なるべくそういうことをするのはやめましょうという運動をしようということのことはしてはおりません。ただここの全センターで、そういう役をする、いわゆるチャプレンという役の方がいて、そういう精神的におかしくなった人たちの世話に行ったりだとか、刑務所に行ったりだとか、そういう活動を盛んにしております。それと、もう一点、どういう質問でしたか。あとの質問は。黒人、いや、アメリカでは、そういう、まあ、今回なんかも特にスティーブ・ジョブズさんとか、まあ、有名な人がの全関わった全の話をしておりますけれども、全センターっていうのは、アメリカの それぞれの町にこう、日本のお寺みたいにありまして、そこの近辺の人たちが座禅に来ます。それはもう高校生から、おじちゃん、おばちゃんから、白人の人も黒人の人も、その辺に住んでる人がみんな来ます。で、まあ、中国系の人も来ます。メキシコ系の人も来ます。ちなみに私の黒人館って、オークランドの町にありますけれども、黒人の人も、メキシコ系も、チャイニーズ系の人も、白人の人も。それは年齢層は高校生から、70ぐらいまでの人と、いろいろ来ております。ですから、それは普通のアメリカの人、一般の人に開かれた全センターになっていると思います。はい、ありがとうございます。最後にもお一方だけ、どうぞ。すみません、加藤と申します。僕お坊さんではないんですが、駒沢大学で非常に講師をさせてもらっています。それでですね、ちょっと今までの話とは流れが違うんですが、スティーブ・ジョブズが亡くなってから以降、特にですが、アップルのいろいろな商品なんですね、コンピューターにしろ、iPhone とか iMac とか、ああいうものをのデザインや、あるいはソフトウェアのデザイン、どっちもですが、最近よくその禅的だと、禅の影響が見られるというような風な言い方をして、そのすごくシンプルな、デザインをそういう言葉で称することが多いと思います。で、僕のようなお坊さんではない人間は、そういう説明をされて、あ、なるほど、確かにそうかもしれませんねと思うんですが、実際、本当のお坊さんはそういう説明をされたときに、全然ですね、と思うのかどうかというのを分かりましたね、と思います。アップルの、スティーブ・ジョブズのそういう精神に対する、このデザインは箱からも、この器から中のものまで全部そういう神経を集中して全部シンプルに統一しているってよく言われますけれども、友達のその仏っていう人がそれを提唱して、スティーブ・ジョブズは禅の影響をデザインの上でも受けていると、ギリギリのその線まで、単純化した。そういうデザインを追求する、それは禅の影響じゃないかっていうことは言ってますね。で、まあそのアップルの製品が一番私は分かりやすいのは、禅っていうと皆さんよく石庭なんか思い出されると思いますけれど、京都の石庭に行ったセンスとアップルのデザインのセンスっていうのは私はなんか似てるような気がいたします。それこそ禅という言葉の言語になって禅が流行り出したとき、また何をつけても禅をつければ売れるっていうのが、ね、ありましたし、また
日本に来ても本当に全ルームにしてもホテルに来ても全っていうようなことがあったりとか、そのあのこう何ですか、前一昔前の寿司っていうのも日本食の代表たるもんで、それを寿司っていう名前をつければあのこう全てがもうこの日本の職人が作ってる、あと三角しやすいですけど、日本に来ても先のアメリカですとかいろんな住所があるですとか、これはあの我々から言って普通の寿司を出したんですけど、え、これは本当に寿司なのかというような思いにしたいと、やっぱ全国的に、まあまあ、一応その側から行けばあのほど遠いその使い方をしているものの商品というか、そのものというのがいっぱいあるんじゃないかというふうに感じています。はい、ありがとうございました。それではあの時間となりましたけれども、岩戸市、中川市、細川会長、最後にこれだけを一歩伝えという、一言がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでございますか。はい、これだけは、お伝えしたいというようなことが一言がございましたら。私はですね、まあ、24年、北アメリカで海峡を活動させていただいております。私はこの総統選というのは大変な価値を持った、大変な価値を持ったこれ宗教だというふうに常々思っております。人間の文明社会というのはここまで進んでいきました。それを修復、この現代文明が起きた負の面を修復してくれる内容、ものの考え方、生き方を説く禅が相当禅じゃないかといつも思っております。そういう日本の宝があるんですから、どうぞ皆さんも大いに、お嬢さんの皆さんの中はどうぞ日本の中でそういう自分たちの持ってる担ってる相当禅が大変なものなんだということを自覚されて、どうぞ広く日本の中でも説いていただきたいと思います。そして私も海外でそれを広げたいと思っております。どうぞご支援をよろしくお願いいたしたいと思います。どうもありがとうございます。中川氏、あの一回全部やってみたいと思います。はい、会長、時間すみません、早く終われって言われてるんですけども、先ほどの第1弾で今回のテーマでありますけれども、まあ、この全センター、今の現在の現地のメーカーの指導者で、ほとんどです。その中である方が今の頭のコンピューターの中、いわゆるバーチャルの世界に夢中になっている。でその反面同時に座禅を求めてきているというようなこのコメント、それがどうしても状況が理解できないというようなことを言っている指導者もおりましたけれども、現実の方の事実の世界と、それから本当バーチャルの見えない世界、本当にこれはどういうふうにこの生きているのかな、で、まあ、本当に先ほど横山氏が言われているこの禅のこの本質から離れてしまう、まあ、どうしてもそういったことが話題になってしまうことに、我々のこの正直というのは無常というのも、誰がスティーブ・チンを置くのも我々にしてるのもかなり迫っていて、そのコンピューターをやっている若者にしても、この必ずそのコンピューター世界でリセットでまた新しくその世界を作ることができるけど、我々も二度とないこの命で、それをこのやはりスティーブ氏にしても、やっぱりそういうことをこの自分の地球の中のこの信用とかその生活の中でその無にしてまた新たなものを創造して、そういったことを改めて現実とそれをこの本当にリンクさせていかないと、あまりにもバーチャルの世界ばっかりに走ってしまって、これからの世界、これからの時世代といいますかね、これから我々が歩んでいる世界というのは本当にどうなってしまうんだと
これはちょっと緊張されると思います。それはやっぱり現実に戻していき方を本当に励ましては、そういったところが全部力にしてもまだまた仏教のその教えの根本にあるのが感じています。そのことで、まあ、今回のこのテーマでありますということを改めて、まあ、そうかさせていただきながら締めさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。本日の講演会は、総統全インターナショナル、インターナショナル、開催の講演会としては非常に多くの方々に、おいでいただきました。多方面の方々に、おいでいただきました。深く感謝申し上げます。また本日の講演会は、実に大勢の方々のご協力により、成り立っております。陰で、遅くまで、ご準備のために時間を費やせてたスタッフにも感謝申し上げますとともに、閉会とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。はい、お手元にアンケート用紙があると思います。これをこの講演会、そしてコーチの先生に質問等をぜひ書いていただきまして、受付で出していただくか、その後ほど書いていただきますようよろしくお願いいたします。またお時間がありますからは、正面で、記念写真を撮ります。集合写真を撮りますので、集合写真をご希望の方は少し残っていただきまして、正面ステージで、皆さんのこの集まりをですね、写真を撮っていただければと思います。また